それではここから第14弾パート3、メイン MC のプーです。アシスタント MC リーです。改めてよろしくお願いします。お願いします。ということで折り返して第22節もう半分が終わりました。そうですね。次の対戦相手は FC 琉球ということで、はい、開幕戦の対戦相手でしたね。開幕戦以来、うん、アウェーでね。次はそうだね、カピスタですね。行ってみたいな沖縄。まあね、シンプルに楽しいからな多分行ったら。いや、それはシンプルに旅行に行きたい沖縄。というかまあ今まで負けたことないんだね。まあ、あ、本当だ。2年目のチームなんだけど。俺結構さ、FC 琉球はさ、うん、第三キーパーにさ、はいはい、もう何を隠そう千葉県市原市出身のさ、はい、で一船行ってあの泉とかの代。ああ、はいはいはい、のゴールキーパー積田圭介選手いますんで、ね、背番号17番。いや本当そろそろ見たいですけどね僕は。まあ、ちょっとねカルバハルがすごくね。そうだから今までずっとさあれだとパクイリギュがいてさずっと出れなくてさ。そうだね、パクイリギュ移籍したと思ったらカルバハルとか来ちゃってまた出れなきゃ。まあ、まあ、見たいぜ積田君。まだ若いんでね、これからですよ。 そうね、そしたらじゃあこんな話してしまいましたが D にいつも通り解説してもらいたいと思うのですが、今までとはねちょっと変わったところもあると思うのでそんなところも楽しみながらやっていきましょう。題してリーのリーサーチ。では今回も、次の対戦相手 FC 琉球についていろいろと調べてきたので簡単にまとめて解説していきたいと思います。まあね、今回のリサーチで、まあね、最後になる21チーム目の解説となるわけなんですが、まあね、さっきプーが言ってくれたようにちょっとだけ次のね後半戦のスライドからねガラッと大きく変えていくので、まあその新しいスライドとねちょっとずつ織り交ぜながらまあちょっとね解説していきたいと思います。では毎回恒例というかねこれも最後になっちゃうのかな、まあ、プーに FC 琉球のそうね第一印象を聞いてみましょう。いやもう言っちゃってよ積田選手の話まあね結構ね JFL にいた頃から話題は結構ねあるチームなんですけどね。そうね、まああと小野伸二。そうだね、今で言ったら小野伸二選手、まあ、昔は JFL の頃ちょっとトルシエ監督、元日本代表の監督が監督をやってたのかな、はいはい、まあ、ちょっとチームの上層部にいたっていうのでちょっと有名になったり、あとあれだよねユニフォーム今年さ胸スポンサーがなって首里城が入ってるとか。そうそうそう、結構経済面とかで俺、まあ、知ってるところがあったり、まあ、なかなかねスポーツがプロスポーツチームが根付きにくいっていう土地柄もあってね、まあ今年で J23 年目のチームなんですが、まあ、俺あれだもん一番最初に FC 琉球見たの、はいはい、NHK のさ番組のサラメシって知ってる？あ、知ってる知ってる。サラリーマンのご飯をさ、うん、特集する番組、あれでなんか琉球の選手が1キロ弁当とか食ってるみたいな。へえ、そうなんだ。もう超だからさ J リーガーでもなく社会人とかの時に詰め詰めの生活でみたいな。へえ、まあね J3 時代もそうね長くって上り調子ではあるんだけどっていうチームなんですが、まあ今先ほど上り調子と言ったんですがチームの成績もちょっと上り調子なんです。ということで1つ目のスライドに行ってみましょう。まあね、本日9月23日水曜日 J2、まあ、J1 も試合ありましたが、まあね、先ほどの第2弾でも話したんですが、まあ、大勝したということで、これでね、なんとここ5試合で16得点目というね、ことなんですが、まあ2敗してしまってるんですが、まあこのね、スライドを見てもらえばわかると思うんですが、大宮に5対0だとか、まあね、水戸相手にも3対2、逆転勝ちをしたりとか、まあ、松本にねアウェーで6点取ったりと今攻撃がとっても調子がいいと。怖いね。いやー耐えれるか耐えれるか。そうなんだよね。まあ今日レノファ山口に2点取られてしまいましたというところでね、結構アグレッシブに来るチームにジェフ結構弱いなというところが最近ね脆さを見せているなというところもあると思うので、まあ琉球開幕戦
まあ、ちょっと振り返ってみますと、まあ、結構硬直した試合だったんだよね。そうね。最初の前半に米倉選手が1点取って、そこから点が入ることなくっていうね。耐え切った。そう。チームだったんですが、まあ、もう半年経ってますから、全然違うチームですよということだけね、頭に入れといてほしいなと思うわけですよ。まあ、それはこっちもだぜ。だって。まあね、それはそうだね。点取った米倉も出てねえし、最近スタメンもだいぶ変わりましたが。まあ、ということで、まあね、今回も3つに、まあね、注意するポイントをまとめてきたので、次のスライドに行きたいと思います。はい。まあ、先ほどね、攻撃がと言ったんですが、まあ、ちょっと嫌なな、試合の流れかなと思うのは、守備で雰囲気を作られることかなと僕はちょっと思うんですよ。まあね、オープニングトークでも出ました、カルバハル選手というね、まあ、元コスタリカ代表の経歴もあるような選手なんですが、ゴールキーパーの選手ですね。まあ、結構ね、耐えられて耐えられてっていう試合になってくると、なんかね、逆転勝ちというか、まあ、硬直してて、なんとか耐えて、後半一気に試合の流れを変えて勝つみたいなのがね、最近多い気がするんだよね、琉球。だから、レノファ山口戦みたいに前半いいペースで持ってるけど、決定力不足でやってると足元を救われるみたいな。結構ね、注意かもしれない。なるほど。そう。まあ、そしてですね、琉球がやりたいサッカー。ちなみに琉球の監督誰か知ってますか、今。あれ？誰だったっけ？今はね、樋口監督っていう。あっ、はいはいはい。そう、元まあ、広島とね、2013年かな、サンフェレッチェ広島と横浜 F マリノスが優勝最終節ぐらいまで争ってた時の横浜の監督してたような、はいはいはい、もう実績は十分の監督なんですが、まあ、やりたいサッカーはね、結構ボールをキープした上で、支配した上で、パスサッカーを展開していくと。まあそういうサッカーなんじゃないかなって思うんだよね。結構細かいパスを繰り出して相手を崩していくみたいな攻撃的なサッカーを展開してるイメージがあります。結構ね、起点が誰になるのかなっていうのがね、毎試合変わると言いますか、サイドが生き生きしてる時もあれば、センターラインが生き生きしてる時もあればっていうような、結構攻め手が多いチームなんですよ。まあ、それをね、結構早い段階でちゃんと見極めて潰せるのかどうかっていうところはジェフ結構大切になってくると思います。なるほど。まあ、そしてですね、注目選手は、もうね、今は、阿部拓磨選手ですよ。うますぎな、ちょっと。いや、阿部拓磨選手ってさ、どんな印象持ってる？なんか、さ、結構、仙台にいたよね。そうだね、仙台とか甲府とか、もともとはヴェルディだね。そう。仙台のイメージ強い、結構。仙台の時にロングシュートとか打てたりさ。そうだね。何でもできるよね。ちょっと裏に抜け出したりもするし。そうなんだよ、結構器用な選手でね。なんか元々東京ヴェルディでユースから上がってきた時って、もう16点とか18点とか決めるような超エースストライカーだったわけ。阿部選手って、はいはい。で、ドイツの2部に移籍したんですよね。で、そこから J1 に戻ってきたんだけど、FC 東京とか甲府とか仙台に。なかなかね、得点を取るフォワードっていうイメージがなくなってしまったんですよ、ドイツに行ってから。うまいんだけど、なかなか得点で結果を残せていないっていう選手だったんですが、まあ、今年、まあ、ね、今日23日の試合で2桁乗りましたよ。エースとしての、ね、嗅覚が戻ってきてると言いますか。嫌な選手になっちゃいましたね、結構。嫌らしい選手から、本当に嫌な選手に変わっちゃったと。まあ、本当にね、得点が、感覚が戻ってきちゃったら、阿部選手またね、どんどん凄さが増してくると。いうところなんですが、まあ、ここ5試合、16得点って言いました。琉球はね、夏場にね、まあ、そんなに大型ではなかったんですが、補強をしたんですよ。それが、一丸選手という選手なんですが、知ってますかね？あれ、セレッソの？ガンバ。あ、はい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 。でね、この選手はね、もう昔入ってきた時なんかもう、遠藤選手の後継者って言われるような、そんな選手。でもこの選手が入ってきて、まあ、ここ5試合6試合先発してるんですが、まあ、そこからね、攻撃のリズムが、得点力がガンガン増えているということでね、まあ、ちょっとこの一丸選手が何か琉球に大きな波をね、いい波をもたらしてるんじゃないかなっていうのと、まあ、ちょっと水戸戦の勝利の立役者、上原選手、ベテラン、地元沖縄の選手なんですが、この選手が何分から入ってくるのか、はたまたスタメンなのかっていうところで、まあ、攻撃の脅威変わってくるんじゃないかなと思っております。
なるほど、ありがとうございます、はい、ということでね、こんな琉球に対してジェフはどう戦っていけばいいのか、続いては琉球戦の試合展開について予想していきましょう。ということで予想はこの2つです。1つ目が前半のペースをどちらが握る、選手交代に注目。2つ目は阿部にボールが収まるか、ジェフも前線に収まるかということですが、1つ目からちょっと見ていきましょう。まあもう前半のペースジェフが握るのか琉球が握るのかっていうところでね、大きく変わってくる、まあもちろんの話だとは思うんですが、まあね、もちろん前半で先制点取ったらジェフかなり有利だと思うんですが、まあ危険なのは先制点取れなかった時、0-0 でレノファ山口戦みたいな展開で後半を迎えた時ですね。まあ琉球かなり選手交代したら、まあチームの戦い方といいますか、流れをねガラッと変える、そんなチームなんですよ、はいはい、で結構立て直してくるんですよね、試合内で。なので、まあ、ジェフはもちろん琉球の選手交代とっても注目ですね。それに、まあ、応じて流れが大きく変わる可能性十分ありますというのが一つ目です。いやジェフね、結構交代して入った選手が点取るとか結構少ないからね。まあね、前半型のチームだからね、うん。そしたらじゃあ2つ目、阿部にボールが収まるか。いやもうこれは阿部選手にどれだけボールが集まっちゃうかっていう話だよね。本当にエースなので、ワントップのエースで2桁取ってる選手ってこと で阿部選手、まあ、さっきねいやらしい選手とも言いましたが、まあ、アシストもできちゃうわけだよ、うん、自分で収めてサイドに出すこともできるし、2列目に戻してミドル打たせることもできるし、自分でね持ち込んで打つこともできるっていう。で逆にジェフも、まあ、誰が出るかは分かりませんが、まあ、川又選手にせよクレーベ選手にせよ、最近あんまり前線にボールが収まらない、パスで崩すことが多くなってますね。そうね、まあ、ねこれ両チームともどれだけ前線で相手ゴール前でどれだけねボールを保持できるかっていうところで、まあ、結構ね勝敗を分けてくるんじゃないでしょうかと思ってるんですが、まあ、今日の監督のねコメントとかも見る感じ、そんなところも結構注目ポイントになってくるんじゃないでしょうか。そしたらじゃあこの試合勝つためにキーとなる選手の発表です、はい、私たちが選んだ一押し選手はこの選手、堀米選手ですよ。ターンオーバーしてくると思うということで、まあしてなくても見たいけどね。まあね、それはあるんだ。まあ、なんで選んだかっていうと、まあね、ディフェンスもとっても大切だと思うんだけど、琉球めちゃめちゃ得点力あるわけなんで、うん、ただ決定力が欲しいんだよ。相手がどれだけ得点力があったとしても、岡山戦愛媛戦みたいに早い段階で先制点が取れたら、ジェフはめちゃめちゃ戦いやすい。いや間違いないね。でね、まあ第1弾第2弾とか聞いてくれた人は、まあ、プーの嘆き聞いたかもしれないんですが、まあ、溜田選手もっとこうすれば、安田選手もっとこうすればとかね、もうフォワードへのルートであったり、ミドルのね打つタイミングであったり、アグレッシブさっていうところで、まあね、堀米選手もう一回スタメンで見たいなと思うわけなんだよね。なるほど、まあ今日出てたしね、期待したいですよね。そう、途中交代で出ましたので、まあこの先誰が使われるのか、まあ折り返したところでね、どんなスタメンが固定メンバーとなってるのかっていうところもね、監督の頭の中気になるところですが、パート3はここで終了させてもらいます、はい、次の動画もぜひご視聴の方よろしくお願いします、はい、そしてぜひチャンネル登録、SNS のフォローの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではパート4で会いましょう。柏には負けられない。